もう次につなぐ意識で、初球から思い切っていこうというふうに思いました。初球は日本語タイムになりましたね。振り返っていただきましたか。また予定したようなことですが、早く受けてくれて、今もどこに出すか。自身のヒントでチームを勝利するチームの気持ちがありますか。嬉しいですし、これを継続してやりたいと思います。そして涌井投手にも勝利をくれていただきましたね。なかなか援護することができたので、今日こうやって勝ちにつながってよかったなと思います。ルーキーが今年チームが勝っていくために、どんな姿ここから見せていきたいですか。もう思い切ってやるしかないと思いますし、やっぱり勝ちに行く姿勢っていうのが大事だと思うので、それチーム全体でやっていけたらいいなと思います。そして今日は初めてのビジターでのヒーローインタビューだと伺いました。ホームとは違いますか。まあ違うんですけど、たくさん応援に駆けつけてくださっている皆さんがいるので、そこは認めます。